はい、まあ、昨日の、ね、ゲームでビッグラインナップやって、まあ、僅差で、ね、勝利を収めることができたんで、まあ、あとは川崎さんがどういうゲームプランで来るかなっていう感じだったんですけど、まあ、前半は、ね、かなりこう我慢の時間が長かったかなっていうのとか、まあ、ちょっとスリーポイントやられすぎたりとかしてたんで、まあ、ディフェンスのズレとかうまく作られてたんですけど、まあ、後半集中して、選手たちがしっかり遂行力も本当に高かったし、集中力も高かったしっていうところでやってくれて、まあ、最後は、ね、ああいうゲーム展開になって、本当にでも試合に出てるメンバーも、まあ、最後ユータとかも、ね、最後の最後に出てくれましたけど、本当にこうチーム全員で戦って勝った2試合だったと思うし、まあ、これを本当にファイナルにつなげていけるような2試合だったと思うんで、まあ、またちょっと休んでからしっかり準備してファイナルを迎えたいなと思います。改めてなんですけども、やはりこう直近川崎になかなか勝てていなかった状態があった中で、こう優勝を目指す上ではこう絶対に倒しておきたい相手、まあ、組み合わせが決まる前からこう絶対にこう倒しておきたい相手だっていう意識はやはりあったのでしょうか。そうですね、2連敗して、まあ、僕らはあの時1位決まってたんで、ホームでやりたいなっていうのが正直思ってたんで、このセミファイナルで当たったことはすごい僕らにとってすごい楽しみだったし、ホームで2連敗してるんで、まあ、それを本当に返してやろうっていう気持ちがすごい強かったんで、そこはしっかりね、チームで挽回できてよかったなと思います。あとそのビッグラインナップ、まあ、この1週間での準備ということでしたけども、こう宇都宮さんって結構こう新しいことをしないっていうのもあれですけど、こう伝統的なちゃんとスタイルを持っていて、あまりこう変えないっていうのが持ち味かなという印象もあったんですけれども、その中で新しいことをこのタイミングですることによって、まあ、気分転換じゃないですけど、こうかえってこう締まるというか集中力が上がるみたいな側面もあったんでしょうか。まあどうですかね、結構不安ももちろんありましたし、いつも思ってるのは、そのいつもと違うことやって負けた時のそのダメージっていうのめちゃくちゃ大きいんで、その分こうプレータイム減る選手も多く出てくるし、だから、まあ、昨日勝てたっていうのが本当すごい大きかったかなと思うし、昨日そのビッグラインナップ初めてゲームでしっかりやった時に、こう選手たちが中でこういろいろ解決してくれたのがすごい良かったなと思いますかね。はい、だから本当変えたくないんですけど、まあ、川崎に勝つためにはもう変えざるを得なかったっていうところですかね。まず前半は結構スリーをやられすぎたという話もありましたけど、一方で、まあ、ブレックスも、前半18本中8本決まっていて、まあ、これだけ今日精度が上がった部分というのは戦術的な狙いというところと、まあ、なぜここまで精度が上げられたのかというところを監督の分析するところ、あるいは用意したところとしてはどんなところだったんでしょうか。まあ、なんかスリーポイント打つためになんか用意したとかっていうのは今日は特になかったですけど、まあ、基本的にそのディフェンスからトランジション出してズレ作ってっていうところが、まあ、ある程度しっかりできてたり、まあ、うちもねスイッチやってて、川崎さんもスイッチやってて、まあ、そこのミスマッチつきながらしっかりオープン見つけるっていうところができた結果だったかなと思いますね。だからたまたまスリーポイントの比率が、まあ、多くなったっていう感じですかね。まあ、川崎を相手に、まあ、昨日も含めてこれだけ完璧にこう、まあ、ほぼ完璧に遂行力を出せたっていうところは、チームとしてももう一か上の次元に向けて上の次元に行った部分もあると思うんですけど、このあたりっていうのはこの2試合をどういうふうに評価しますか。いや、本当にこう、レギュラーシーズンはね、レギュラーシーズンでしっかりチームとしてやるべきことやって、全員で、プレータイムをシェアして、東地区1位を勝ち取れたんで、もうそれもすごい評価できることだと思うんですけど、まあ、チャンピオンシップは本当に勝たなきゃいけないっていう中で、
僕前取材してもらった時にチームワークってなんだっていうその犠牲心とそれを評価できる組織っていう話を三村さんのやつでさせてもらったんですけど、もうそれがまさしくこのセミファイナル、まあ、クォーターファイナルも含めて出たゲームだったかなと思うし、まあ、本当にまあ、自分で言うのもなんですけど、今このチームはめちゃくちゃいいチームだなと思います。すべての意味を持って、はい、一つということでちょっと的外れだったら大変申し訳ないんですが、はい、昨日聞こえてた比江島選手の前髪を上げたのは安西さんの声だったというふうに伺ったんですけれども、はい、何かその他川崎に勝つために験担ぎとかされましたか？まあ僕自身は結構いろいろやってますけど、まあ、笹と一緒にご飯食ったりな、ご飯食べるものも、まあ、大体一緒だったりとか、でも今日はちょっと笹と一緒にご飯行かなかったんですけど、弦がなくても勝ってやると思って、なんでそれが今日はできてよかったなと思います。まあいろいろあります。でも実際やっぱそういうのにはこうすがっていかないと、ね、チャンピオンシップは運も味方にしなきゃいけないので、はい、いろいろやってます。あ、じゃあ今日のか、今回の川崎戦のシリーズもいろいろやられたという認識でいいですか？そうですね、まあクォーターファイナルと、セミファイナルと、スーツとシャツとネクタイパンツ全部、1試合ずつ一緒です。1試合目と2試合目なんで、ファイナルもそれでいきます。昨日の試合と今日の試合なんですけれども、まあ、高さのある相手に対してはフィジカルの面とか、あと球際とかリバウンドへの反応といったスピードの部分ですごい上回ってたと思うんですけれども、そのあたりのヘッドコーチの評価をお願いします。まあ普段からうちリバウンドは強い方だと思うし、そういう意識は高い方だと思うんですけど、まあレギュラーシーズンはね、ビッグラインナップやらずにしてきて、まあ、ここで急にそれをこう出したんですけど、まあ、ビッグの4人ですかね、特に、まあ、コウスケ含めてジェフ、ジョシュ、ライアンの、まあ、強さは、まあ、僕が外から見ててもすごいなって思うぐらい、まあ、昨日のそのやっぱ執着心みたいな、何回も何回も行くっていう姿勢だったり、そういう部分が本当にすごいなと思って僕も見てるんで、まあ本人たちのセンスとかそういうのもあるんですけど、やっぱりその絶対勝ちたいとかチームのために働きたいっていう意識が彼らをそう動かせるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、こういう勝ち方をして素晴らしい勝ち方をしたと思うんですけど、やっぱこれからこの後のファイナルが多分大事だし、まあ、千葉なんか2シーズン前なんかどう見たって千葉勝つだろうみたいな流れで負けたりっていう、まあ、ここからこの先っていうのは、ある意味いろんな対応策もいろんな手を打ってここでやったら、じゃあまた次もなんか激しく変えて手を打ちたくなるっていう指揮官の心理とかもあるとは思うんですけど、じゃあ最後ファイナルで一番大事な結果を出すためには何が必要かなっていうのをヘッドコーチとして今現時点で思っています。まあ今までやってきたことですかね、基本の。別にメンバー誰が出たりビッグラインナップあるのかないのかまたわからないですけど、その時になってみないと、しっかりこう今シーズンやってきたり、まあ、今まで自分たちがそのブレックスメンタリティって言われているところ、まあ、そこがもうかなりいい状態に今なってきてるんで、まあ、まずファイナルのまた1戦目の出だしからそれがどのぐらい出せるかとか、そこにどう準備をしていけるかっていうのがすごい大事になってくると思います。昨日今日とこの2試合はニック・ファジーカス選手のアシスト、まあ、4月にホームでやった時はかなりやられましたし、その天皇杯でも7アシストぐらい与えて、かなりその起点としてのニック選手にやられてたと思うんですけど、この2試合でかなりほぼ完封に近いぐらいやられてた要因っていうのは、まあ、その用意してた作戦がぴったりはまったのか、その辺どう評価されますでしょうか？そうですね、まあ、どっちかっていうと、まあ、ニックはねどう頑張っても20点ぐらい取られるんで、周りの選手にどうやられないかっていうのを意識したこのシリーズだったんですけど、まあ、今日もね1クォーター、まあ、前半含めて、ニック
ックにはかなり取られたんですけど、2クォーターやっぱ周りの選手のスリーポイントとかにこうやられたんで、3クォーター、まあ、後半は特にどこがダメでどこがいいかっていうのをしっかりこうもう一回明確に僕もしっかり整理して、選手もそれをこうしっかり整理してやってくれた結果が、まあそういう形になったんじゃないかなと思いますけどね。結構もう大方その用意してたミック選手を中心とした相手のオフェンスを封じるっていう意味では成功したというふうに。あ、成功したと思います。はい、もちろん、はい。先ほども球際の強さの部分の話があったと思うんですけども、それって多分どのチームも一応大事にしていることであって、でもその中でやっぱ宇都宮が突出してその全員に浸透していたり強いなって思うんですけども、なんだろう、どうやって教えていらっしゃるんですか？教え方は僕も分かんないです。とりあえず飛び込めっていうのとかしか言わないですし、もう飛び込まなかったら、まあ、映像は見せますけど、教えてないですね、正直。でも先天的なものが大きいってことですか？まあ、ずっとうちがそれをやってるっていうのもあるし、まあ、やっぱりユータとかをこう筆頭に、まあクォーターファイナルはジェフのダイブとかもありましたけど、まあ、ベテランがやっぱ率先してそれをやってくれるとか、こう長くうちにいる選手がそれをやってくれるんで、それをこう新しく入ってきた選手、まあ、LJ とかも特に今年入ってきてめちゃくちゃダイブしてくれるんですけど、もともとヨーロッパの試合見てるときは LJ がダイブしてるの見たことなかったんですけど、だからなんで LJ がそれをやってくれてるのか僕もわからないですけど、そうやって周りの選手がそれをやってそれで勝ってるから、そうやって引っ張られてるんじゃないかなと思います。比江島選手についてお伺いします。はい、今日もスリーを決めた後にこう前髪をちょっといじられてる場面がありましたけども、はい、成長しているという守備でも足がすごくよく動いてたと思います。チャンピオンシップでのプレーの評価とファイナルへの期待をお願いします。マッコがファイナル行くのも初めてなのかな。まあ、うちに来てね、結構苦労してるし、まあ僕もいろいろ周りの人から言われてるのも知ってるんですけど、まあ本当にあいつ自身もうちに来てよかったなって思ってもらえるようなチームになりたいし、まあここでねもう2つ勝てば あいつのいろんな苦労も全て報われると思うんで、まあアメリカ行ったりね、オーストラリア行ったりとかいろいろありましたけど、まあそれをねしっかりこういい経験だったってやっぱり優勝して言えるように僕らもサポートしたいし、まあマコ本人も本当にすごい強気なプレーでチーム引っ張ってほしいなと思います。髪も上げて、はい、髪はマジで上げてほしいです本当に。試合のところなんですけども、さっき言ったその LJ のそのダイブとかゴールへの執着心だったり、まあ今日で言うと竹内選手のオフェンスリバウンドへの絡みだったり、この2人の結構こうディフェンスにおける貢献度っていうのがすごくゲームのモメンタムをもたらしたと思うんですけども、そこら辺こうどのように改めて感じてらっしゃいますか？いや本当に、まあ、今ね言われた選手たちも本当めちゃくちゃ頑張ってくれたんですけど、まあ、本当にこういろんな犠牲を払いながら出た選手がしっかりこう仕事というか自分の役割を本当に果たしてくれたこの2試合だったなと思いますし、出なくてもやっぱユータとか周平とかはもうベンチでめちゃくちゃいろいろアドバイスしたりとかしてくれてて、まあ、本当だからチームとして全員が役割を本当に果たせたこの2試合だったかなと思いますし、これをまたファイナルでね出せるようにチーム一丸となってまたやっていきたいなと思います。鍋タイムもありましたし、今日はやっぱりブレックスファンの皆さんは安西、ヘッドコーチになった安西さんとファイナルに行きたいって思い強いと思うんですよね。その安西ヘッドコーチ の, そのファイナルを前にして、まあ、ファイナルに進むその気持ちを教えていただきたいんですけれども、もう簡単ではなかったと思いますけど、まあまあいろいろね、あったし、まだでもね、タイトルを取れたわけではないし、まあ、僕はタイトルを取ってないのでぜひここで取りたいなと思いますし、まあ、もう一つ笹がね
一緒にタイトル取りたいって言ってうちに来てくれて、まあ今回のあれもそうですし、まあ、僕一人じゃなかなかねこういうゲーム作れないところを、まあ、もちろん笹も町田もみんなこうスタッフ陣もすごい支えてくれて、この価値があると思うんで、まあ、もう2つ勝つためにスタッフ陣も一丸となってまた戦いたいなと思います。はい、安西ヘッドコーチ、ありがとうございました。ありがとうございました。